次は500人を目指すぞということで U ターンします。お、こんな感じで切ってみたかったです。グツグツしてきましたね。こんにちは、亀山ライダーです。今お昼1時17分ですが、環状7号線環七を走ってます。今日は大湯布団中央公園ラーツーしに行きます。久しぶりの海浜公園ラーツーシリーズです。大湯布団中央公園は行こうと思っていた最後の海浜公園です。 2,3 日前に東京の桜の開花宣言が出ました。ちょっとまだ肌寒いんですけれど、すごく天気がいいです。走っててですね、ところどころ桜が咲いていることがあるんで、桜があればそんな春の東京を撮りながら大湯布団に向かいたいと思います。つってもまあいつも通り環七なんで道としては面白みがないんですが、そうだ、春といえば一つお礼を言わなきゃいけないですね。この YouTube 亀馬チャンネル、少し前にチャンネル登録数300人を達成しました。ありがとうございます。元ブログを始めてもうすぐ半年ぐらいになるんですけれど、ようやくですね300人です。まあ300人ぐらいで喜んでいちゃいけないんですが、なかなか簡単には増えないんだなぁとやっててですね、よくわかりました。毎週プレミア公開をやってるんですけれど、最近はよく来てくれる人がいたり、来てくれる人も増えてきてとても嬉しいです。本当最初の頃からですね支えてくれた視聴者の皆さん、ありがとうございます。次は500人を目指すぞということで、亀馬チャンネル、これからもお年寄りからお子様まで、男の人も女の人もみんなが楽しめるツーレポ動画を撮っていきたいと思います。まあツーレポ動画と言いましても亀馬の場合ちょっとディープですよね。そもそも見る人が限られる元ブログというジャンルの中にあって、スクーターでツーリングして観光したりラーツーしたりという、かなり見る層が限られる動画ばかりなんじゃないかと思っています。今日も都心の公園に行って一般人のおっさんがラーツーする動画を撮って、一体誰が得するんだと思うわけです。いいところがあるとしたら、まあ割と誰が見ても無害かなとは思っております。ご覧の通りバイクに乗って何かカッコつけたり危ないことをしたりっていうようなことはなく、ゆるゆるの動画をしていますんで、まったりと楽しんでいただいて、どうかこれからもこの亀馬チャンネルを支えていただければなとお願い申し上げます。それで今日のラーツーですけれど、例によってですね何かやらないと絵が持たないんですよ。それでずっとチキンラーメンのアレンジやってたじゃないですか。太陽のトマト麺とかね、クリーミーチキンラーメンとか、あのチキンラーメンのアレンジなんですけれど、はっきり言って普通に食べるのが一番美味しい。アレンジして一口目二口目はまあ美味しいんですけれど、スープが飲める感じしないのね。チキンラーメンは普通に澄んでるスープが一番美味しいと思います。なので今日はチキンラーメンではなく缶詰レシピをやります。何をするかはついてのお楽しみ。まあ例によって大したことはしません。あれ、もうここか。この一角が大湯布団中央公園です。駐車場はどこになるんだろう。この道路の反対側、向こう側ですね多分。 U ターンするか。あ、これか。ずいぶん先まで U ターンできないんだなこれ。ここで U ターン OK かな。はい、U ターン禁止出てないですね。 U ターンします。はい、ここ駐車場へのバイク乗り入れは営業時間以外禁止ね。営業時間以外、はい、はい、どうも。あ、大丈夫ですか。あのね、バイクはタダだから。あ、そういうことなんですね。わかりました、すいません、ごめんなさい。バイクは無料ってことです。よいしょ。はい、到着。荷物持ってバーベキュー場の方に行きましょう。ちょっと人が多いんだよな。そっち行ってみます。お、桜のそば空いてます。いいじゃん、ここにしよう。え、ここを今日の亀馬ライダーのキャンプ地とします。はい、大井中央布団公園です。準備完了。今日はですねステーキ肉を持ってきました。家で塩コショウを振っておきました。これから行こうと思います。はい、焼けるの待ちましょう。はい、ステーキ焼けたんで切って食べましょう。よいしょ。
これあれね、横須賀のおじさんから買った十徳ナイフ、五徳か、よいしょ。こんな感じで切ってみたかったです。よし、食べてみます。はい、ステーキ食べてみます。美味しい。やっぱり家で焼くより美味しいです。もともとそんな油がある肉じゃないですけれど、油が落ちて炭の香りがついてすごい美味しいです。美味しい。いつものホルモンです。これ一緒にバーベキューした人からすごく評判がいいです。また次やるときも持ってきますんで、みんなで食べましょう。でですね、今日は缶詰レシピ、何をするかというと、このスイートコーンで焼きもろこしを作ってみたいと思います。作り方は簡単。このスイートコーンに塩コショウをかけてバターをのせて焼けば OK です。失敗するはずのないレシピ、これを缶詰レシピと言っていいのかと思うわけですけれど、ネットで調べたら超おすすめレシピということでした。やってみます。じゃあまずはスイートコーンを開ける。はい、スイートコーン、このスイートコーンあんまり水が入ってない、水が入ってないやつがおすすめです。はい、バターのせます。はい、なんか溢れそうだけど、まあいいか。で、塩コショウをかけると、こんなもんかな。はい、これを火にかける。火の上に缶詰ごと置くってことでした。バターが溶けてコーンが焼けてくるまで待ちましょう。ご覧ください、失敗するはずのないレシピを失敗する男。これ今もう14分経ったんですけれど、一向に変化がありません。アルコールバーナーの火力じゃ足りないのかな。火ももうすぐ終わっちゃいそうなんですけれど、ちょっと混ぜてみます。あ、でも温まってはいるな、すぐそこまで。ちょっと混ぜて置いときゃいけるのかな。あ、そんな気がする。もうちょいだね。よし、ちょっとじゃああれか、アルコールを足してもう少しやりましょう。はい、再加熱してみます。グツグツしてきましたね。焼きもろこしっていうより煮もろこしだけれど、いいんじゃないでしょうか。食べてみます。はい、缶詰レシピの焼きもろこし、あ、なんかすごい柔らかい、美味しそうですね。食べてみます。うん、普通のコーンだねこれ。美味しいんだけれど当たり前の味。まあいつもラーメンじゃ面白くないんで、そういう点ではいいかもしれないですね。うん、普通です。普通のコーンでした。普通です。普通のコーンでした。普通です。普通のコーンでした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 。普通です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 。普通のコーンでした。普通のコーンでした。普通のコーンでした。大井ふ頭中央公園でした。今まで行ったどの臨海公園よりも賑わってましたね。すごい大勢のグループで来られている方とか多くて、だからまあ一人でラーツーするとかだとどうだろうな。これからもっと暖かくなってあれ以上増えるとちょっとうるさいかもしれないですね。今日ぐらいだとなんか逆に人がいて安心感がありました。結構他のところでバーベキュー OK と聞かされててもさ、人がいないところで火起こすのなんか不安なことありますからね。そういう心配はない公園です。あれ、ラーツって言ってるけれど今日俺ラーメン食べてないね。まあいっか。ということで海浜公園ラーツシリーズ長らくやってきましたけれど、まあこれで一旦終了かなと思います。まあ都内に住んでてラーツができる、バーベキューができるっていう場所としてはすごく近いですから、遠くに行くには遅くなっちゃったけれど、時間が余った休日を有意義に過ごすにはいい方法なんじゃないかなと思います。いやー、本当暖かくなってきて桜も綺麗だったし、これからもう再来週は4月でしょ。今年は10日間のゴールデンウィークも控えています。ぜひバイク乗りの皆さんでツーリングしていい場所を見つけて
美味しいラーメンや焼肉を食べに行きたいですね。ということで今回はこの辺りで動画を締めたいと思います。この動画が楽しかった人はいいねボタン、つまらなかった人もいいねボタン、ついでにチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それではまた次回のツーリングでお会いしましょう。バイバーイ。